ワイワイワイルド。どうもワイルドの会会員ナンバー6番サワポワと申します。皆さんはじめまして。今回からですね、動画投稿を始めていきたい、チャレンジしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画の投稿自体はなかなか定期的に、たくさんの頻度で上げていくということは難しいと思うんですけれども、ぜひ皆さんのお時間のある時に少しでも見ていただけると嬉しいです。でどんな動画を上げていくかというとですね、今画面にこう映っているスマホのアプリゲームステーションメモリーズ、通称駅メモというアプリに起因した動画というものを上げていければなというふうに思います。この駅メモっていうのが、どんなアプリなのかというところは、概要欄にもね、オフィシャルホームページの URL 載せておくので、この動画を見て興味を持ってくださった方はぜひ、そちらを調べてみてください。ざっくり、簡単に申し上げるとですね、いわゆるこう位置情報を取得して、遊んでいくというゲームです。はい、でどんな位置情報を取得するのかというと、日本全国にある鉄道の駅ですね、電車の駅の位置情報を集めていく、なのでスタンプラリーみたいなものですね。はい、そういったゲームです。で日本全国、ね、北は北海道、南は沖縄というところで、どのくらいの数の駅が日本にはあると皆さん思いますでしょうか。ね、全国にはなんと9000箇所以上の駅が今あるというところで、それをすべてこう集めていくというのが、この駅メモというアプリの最終的な目標になる、そういうふうな目標を持っている方っていうのが多いんじゃないのかななんていうふうに思っています。はい、でなんで私がこの動画投稿を始めようと思ったかというとですね、この駅メモを友人に勧められて、ダウンロードしてからですね、今1ヶ月今日が経っているんですが、私非常にあっという間にこのアプリにはまってしまいました。というのも、やっぱりこういろんな場所に行った先々でこうチェックインをして、そのログが残せるっていう風なところが面白くってですね、休日とか時間があるときに、ただ家でねこうのんびり過ごすのもいいんですけれども、もともと私旅とか あるいは電車とかがね好きだったものですから、行ったことのない場所にちょっと足を伸ばしてチェックインしてみようとか、珍しい電車とか珍しい駅を見に行きがてら、このアプリでこうチェックインをして、スタンプを埋めていこうかなんていう風なことが楽しくって、やっているわけです。はい、で実際に私いろいろこうね1ヶ月間ぐらいで回ってみたんですけれども、せっかく回るんであれば記録も兼ねてですね、動画に残してですね、アップしていけてがいいんじゃないかなと、皆さんにご紹介とかねできたら、それはそれで楽しいんじゃないのかなというふうに思って始めていきたいなと思っている次第です。はい、一応断っておくと、私は旅とか鉄道とか電車好きではあるんですけれども、特段ねこう電車にものすごく詳しいとか、いうわけでは今のところは残念ながらありませんので、そういったところは、多めに見ていただきたいなというふうに思います。はい、ただですね、私電車に興味はあるのでね、いろいろこう調べながらですね、自分自身も知識をつけながら楽しくやっていけたらいいなというふうに思っています。はい、でそれから、この駅メモの醍醐味のもう一つとしてはですね、このキャラクターがね、可愛い女の子のキャラクターがね、今右下に映ってます。千歳ちゃんって書いてありますけどね。はい、このキャラクター、デンコというキャラクターがいてですね、我々の旅のお供にこうなってくれるというキャラクターがいます。はい、でこのデンコっていうキャラクターもですね、今何体ぐらいでしょうか。80種類くらいのデンコがいるんだと思うんですけれども、もっといるのかな。はい、それぞれですね、設定上ですね、いろんな駅とか鉄道の路線がモチーフになっているというふうなところもあってですね、せっかくならばこのたくさんいるデンコの元ネタになったような駅っていうのも記録をしながら、このアプリを楽しんでいきたいなというふうなところも、今後上げていく動画の一つのネタにしていきたいなというふうに思います。はい、1ヶ月ぐらいで日本の駅のうちのおよそ6分の1くらいを回れるんだななんていうふうに思うと、やっぱり日本は狭いなというふうに、感じたりもする一方で、引き算をするとそうは言ってもあと、8000駅ぐらいはあるわけですから、
果てしないものだなというふうに思ったりと、非常に不思議な思いを持ちながらこうやれているというのも面白いところかなと思います。それから制覇の路線としては73路線というところ、はい、私はですね、東京都内に、まあ、在住をしていて、まあ、勤務地も東京都内ですので、まあ、比較的ね、あ、消えちゃいましたね、はい、ね、比較的、首都圏の路線というのはぐる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 回ってると割と集められるものですから、まあ、そういったところを中心に集めました。で、あとは休日にですね、少し遠征という形で、関東の郊外に出てみたりとか、あと一回関西もそのこのアプリを紹介してくれた友人に連れられてですね、行きましたね。はい、まあ、その時はなかなかこうアプリの使い方とかもわからない、1週間ぐらいで行ってしまいましたから、取りこぼした駅とかも非常によくってですね、もったいないことをしたなと、また行く必要があるななんていうふうに思っている次第です。はい、というところで今回ね、初回のご挨拶というか初回の動画投稿というところになるので、最後締めとしてはですね、はい、ガチャですね、をやっていきたいと思います。はい、このプレミアムガチャですね、7月登場フィルム電光ガチャボリューム1、2というものが、出ているので、これを1回ですね、1回というかこの11回というところをね、引いていきたいなというふうに思います。はい、でどっちか1回ね、1つを引いていこうと思うんですが、まあ、景品一覧を見てみるとね、ちょっとこれ選択してもね、それぞれ電光がこう詳細がディテールがこう出てこないので、ちょっと私名前を見てもね、まだまだ誰が何だったかっていうのが記憶あんまりしてないものですからあれなんですけども、はい、このボリューム1とそれからボリューム2っていうのをこうスーッとこう眺めていくと、ボリューム2の方はですね、私が今育てている電子っていうのが、まあ、この中には見当たらないので、引くとするとね、このボリューム1の方をこう引いていこうかなというふうに思うわけです。はいね、先ほど私がね、育てたいと言っていた水面っていう電子ですとか、あと今ね育て中の千歳ですとか、はい、あとは性能がね強くって、しかもまあ可愛いこのしぐれっていう電子とかね、こうそのあたりをね引けたら嬉しいなというふうに思います。はい、何を言ってるんだかというようなところですけども、はい、じゃあ実際に11回というところですね、引いていきたいと思います。今まあキャンペーン価格で通常5000円のところが3500円になっているというところです。はい、みなもちゃんが来ることを願って引いていきたいと思います。いけ、はい、イエス、はい、引きましたが、みなもちゃんいないですね、残念。はいはい、なんかニューのね電子もいますね。はい、響きさん、はい、ちょっと能力とかがねわからないんですけど、はい、あとニューをちょっと見ていきましょうか。はい、ヒールさん、はい、ギャルですね。はい、あ、これ確か私攻略サイトとかでね見てますけど、あれですね、この電子いろいろこうスキルっていうね、こう一人一つ特殊能力みたいなものがあるんですけど、技ですね。はい、その技を発動させる確率が上がるという、なかなかこう強いキャラクターだったような気がしますね。はい、あと名寄り、ちょっと分かんないですね。ただ確かそっか、輸送系の電子ということでね、あれですね、多分経験値をこう運んでくれるとかね、経験値を増やすとか、そんな能力だったような気がします。はいはい、ミオ、これもですね、これはちょっと欲しかった一体なので、これ嬉しいですね。はい、身代わりになってくれるよという、攻撃受けた時に一回身代わりになってくれるよっていう電子ですね。これは強い電子ですので非常に嬉しいです。育てたいと思います。はい、あとさっき言ったね、今育て中の千歳
3もですね、また引けたのでレベルの上限が上がって65までいけるということになってますね。これも嬉しいですね。はい、あとしぐれ、これも強い伝子ですね。可愛い伝子です。はい、レベルが上がりましたね。これもいいですね。はい、ありがたいと思います。はい、というところで、ガチャもちょっと引いていけた、いきましたので、はい、ちょっとねこれからは実際の実写動画でですね、いろんなところに行った動画とかっていうのとか、あとまあ伝子の、由来になっている元ネタの駅とかを回っていきたいなというふうに思っていますので、見ていただけると嬉しいです。ではどうもご視聴ありがとうございました。失礼します。